さああのリスナーの方からもですね、まあさまざまなメッセージ数にたくさんいただいております。えーえー、まずはこの方は匿名の方なんですけれども、<coughs> 印象が強いのは大阪根川の。 中一男女死体事件です、はいえー、被疑者は逮捕されましたが黙秘を続けているため何も明らかにならないまま起訴されて裁判になるのでしょう確かに黙秘権は、えー、被疑者に与えられた権利ではありますが釈然としない部分が多いですそれからラジオネームおにぎりさん、えー、この下半期は安保関連法案をきっかけとしたデモや、えー、普天間基地関連の行政訴訟といったように権力の意味が問われた半年だったと思います、うん、というご意見もいただきました。はいえー ラジオネームはトルネリオさんからインドへの原発輸出が気になります再処理について認めたという報道がありますが何の将来像もないままに奇妙なシナリオだけが亡霊のように歩き続けているように思えてなりませんと、はい、それから、えー、ラジオネームドクター・リトハフさんです、はいえー、11月11日に MRJ が無事に初飛行を果たしたニュースは久々の明るい話題として素直に嬉しく<ー>印象深く覚えています 航空機ファンでなくとも国産の航空機というところに日本の底力を見たような気がして元気づけられたように思うニュースでしたというご意見ですね、はい、そしてラジオネームほっかむりけんさん私的には山口組分裂が気になっています、うん、昨日京都をきな臭い事件も発生したようです数年前、防犯条例施行の際青木さんが記者会見で司会をされ疑問を投げかけていらっしゃったのを記憶しています、うんうん、どんな疑問を投げかけてなんですか つまり、防犯条例にしてもそれからそれ以前の防隊法にしても、まあ、はっきり言うと、まあ、憲法の枠外に近いような形で、えー、ヤクザの人たちには人権がないような、えー、要するにヤク,ザヤクザ罪みたいなもんなんだな、ねはい、ヤクザだからその基本的人権がないようなその状況っていうのは果たしていいんだろうかっていう話をして、うん、で実はこれ、僕、最近本当に思うのは、ね、この話を。 TBS ラジオでもそうだし、ええ、テレビなんかですると、ものすごく批判されるんですよ、前はヤクザを肯定するのかと、はいはい、だけど、それでいいんだろうかって思うわけですよね、うん、ヤクザだから、その基本的人権が多少制限されても構わないっていう話をし始めちゃうと、ええ、いや時代がちょっと変わればね、例えばオウムだったらしょうがないとか、はいはい、あるいはじゃあ、共産党だったらしょうがないとか、そうそう、うん、あるいは戦争状態になった場合には、 やっぱり戦争に協力しないものはしょうがないみたいな話になっちゃうような気がするので、うん、人権の線引きが始まっちゃうんです、うん、つまりやっぱり、だから僕はヤクザだから、その多少しょうがないじゃんというような,じょ、うん、な風潮っていうのは、僕はすごく嫌だなと思って。うんうん 別に薬剤の肩を持つわけじゃないんだけれども、えーうん、防犯条例とか、防対法には少しその懐疑的な論陣を張らなくちゃいけないなっちょっと、っ思てるんですけどねそれからあと、シュンさんという方ですね、えー、下半期で気になったニュースは、アメリカ大統領選挙の共和党の候補者、ドナルド・トランプ氏に関するニュースです。うんうん、差別的な発言を何度も繰り返すにもかかわらず、候補者争いでなぜ首位に立てるのかが気になっています。ジモさんこちらいかかがですか うんまあ、あの相番消えるだろうって言われてたのに、えー、結構長く、ね <laughs> はい、ずっと、まあ、この場、まだ今でもトップを走ってるっていうのはね、まあ、一つは他の共和党の候補が、まあ、若干小粒なんですね。えー、ただやっぱり あのー、今、非常にその、まあ、テロも含めてそれからいろんなことでその不満を持ってる層っていうのが、うん、これはアメリカだけではなくて日本もそうだし、まあ、世界中、今そうなってるんだけど、まあ、格差の問題とかねいろいろあって、はい、あの非常に鬱屈したあの感情を持ってる人たちがいてトランプさんっていうのはそこにもう明らかに意識して働きかけるような。まあ 普通の人には暴論、でもその人たちには、うん、よく言ってくれたみたいな感じのことを、まあ、計算して言ってるんですよね、えー、なので、実は意外と侮れないというかです、ね、なんかバカじゃないのっていうふうに思って、うん、あのバカにしてると、意外とあの大変な目に遭うかもしれないっていうところはある、えー、ただ、あまりにもね、そのまあ、例えば障害者をそのもう揶揄するような発言をしたりしても、うんはい、それでもまだ生き残ってたりするっていうところがあって、ちょっと。 僕はここまで来ると共和党の先行きが心配になってきますよね、えー、ただ、要するに民主党側がもうヒラリーさんで間違いないだろうという前提で共和党を考えているので、あのどういう人なら勝てるかっていうとったときに、ね、あの小粒の候補じゃなくて、こういう方がもしかしたらっていう風に思う人もいるわけなんですよ、はい、ただ、大変僕はあの大変なことになると思うけど、やっぱりそれは彼がいくら頭が良くて計算して言っててもね。 そういうことを言って通ってしまっている人がなるっていうことは、はい、あの実は彼を心の中で思ってるかどうかは違うっていう言うかもしれないけどそれ意味ないんですよ、えー、そういうことを言っても,もう大統領になれるっていうケースができちゃうわけだから。うんうん、だからそこはあのちょっと今後ね 僕はしっかかり見ていいななきゃけ日本ではどうすることもできないですけどね、でも、例えば今回、イスラム教徒の人は入国を規制しようみたいな話をしたわけですよね、その後と批判されたときに、テレビ番組出たときに、いや、かつてだって日系人に対してだって、昔の大統領だってやってたんだからっていう形で、肯定的な仕方で行ったりしたときには、これは例えば日本の外務省なり、アメリカ大使館なりが抗議してもいいというオプション、僕、あると思うんですよ。 それは間違いだったっていうことで全部保証してるんですよね。はいうん、だからそれはそういうことはあったけど、それは間違いだったってなってるものを、えー、でも昔やってたんだからいいじゃないとかっていうのは、まあそのね計算してるってさっき言ったけどもそのた時々に出る発言っていうのは。 どううもそこまで考えてなないような感じはするただあの、実はチームがあるらしくて、つまりそのメ,ディアメディア戦略チームのようなものが実はあるらしくてね、<ー>はいろいろとそのわざと暴論的なことを言うようなことを、まあ、計画的に言ってるっていうようなうあの記事も僕は結構読んでるので、はい、そこはあのどこまでが計算で、どこまでが <laughs> あの口が滑ってるのかもわからないところも。 またここれもちょっとと怖いところなんでですよね、うん、でもあれを見てると、まあうん、結構エキセントリックのことを言ってて、うん、うわ、すごいなと思う一方で、うん、ちょっとこう振り返ると結局、そのいわゆるまあはっきり言って暴言なんだけど、うんえー、ある種の本音よく言ったっていうその爽快感を、ね、与えてしまうっていうような。 ことは、うん、あのううちらの国にも、えー、結構あるぞと、うん、最近にもあれがその、うん、なんでしょう性的マイノリティに対する、うん、もう、ねうん、もろねあの地方議会なんかであんなのね。うんうんうん いや昔だったらあれだよ一発で終わりじゃないのって思うんだけど意外になんだかこう誤解を与えたならすいません程度で済むみたいな、えーうん、同性愛系に関しては昔だったらもっとスルーされていた可能性が高いですよね<ー>最近だってようやく、ね、LGBT の人権みたいなものを、うん、メディアも取り上げるようになってきたけれども、うん、昔からこういうのあったのかなってむししろ思いましたよ、ねうん、なんかとにかく、ね、その言ってはならないことを言うのを爽快だ勇気があるよくぞ言ってくれたっていう受け止め方っていうのは、うんまあ、いろんなそのなんてううんだろうあのみんな煮詰まってたりなんかスカッ としたいみたいな要求を代弁してくれるっていうのはあるのかもしれないんだけど、えー、それはやっぱり所詮はねまあなんて言うんでしょうみんなで酒でも飲みながらうちわでね、うんえー、言ってもまあ問題かなっていうようなことをオフィシャルでバンと言って通ってしまうっていうのは。えー ひと事じゃないよねって気がね、うん、ちょっとしますね。うん、その爽快感っていうものの背景にうっぱり鬱屈した現状があるので、うん、それに対する合理的な、ね、対処を政治的にやってくれっていうのは当然あるんだけど、うんうん、やっぱりレイシズムとか、誰かへの排除っていうのが政治的カードになってしまって、本当はいけないっていう政治文化、政治風土はまあ根付かせていかなくては本当はいけないわけですよ、ね、だけどね、ひと言だけ言うと、はい、いわゆるポリ,カポリティカルコレクトネスみたいなねものっていうのによって、 本当に思ってるけど言えないじゃんみたいな鬱屈みたいなのはね、うん、それは多分だから朝木さんおっしゃったように、結構あちこちで起きていて、はい、それをその吐露することが、うんあ、この人は本音で言っているから、俺の本音に近いみたいな、ポリティカルコネクトネスっていうのは本当に必要だったんだけれども、えー、だけど、それによって本音が語られなくなっているみたいな欲求、不満っていうのは、うん ひょっとすると政治的なそのなんていうのかな、こう思想信条とは別に結構広くあるのかなっていう感じはするよね、うん。本来そのポリティカルコレクトネスっていうものがこう成立するのにはそれなりの。 あのすごくたくさんの多大な手続きやその議論が積み重なって成立してるんだけど一般の人たちはなんだか知らないけどいつの間にか上から降ってきてこれ言ってはいけませんと言われたみたいなそういうまあギャップがあるな事実ででも、だからつって今まで積み重ねてきたねその議論の努力をあの土台から崩すってことはやっぱりおかしいわけでまあだから、それこそメディアの役割としてはなぜこれが成立しているのかなぜ必要なのかってことをやっぱりしつこく。 頑だって日本,日本で言えば、だから嫌、嫌韓嫌中ちゅうなんていうのは、まさにたぶん、だからド,ラン、うん、ドナルド・トランプ的なそ動きかもしれないですよね。マスメディアがね、すごく、まあ、窮屈になってたんですよ、それはまあポリティカル・コレクテョスの問題もあるけれども、まあ、かなりやはりその自主規制もあって、影響力が大きいから、ただ、えー、のこと言った変なことになるということで、でそれがまあ全部ネットでまあ開花してたわけですよね、はい、トランプさんの言ってるようなことってい、ね、ネットではまあ普通にいろんなところで出てたことなんだけど、それを。うん テレビ全国中継されているテレビの,その討論会とかで言ってみたら意外とあの大問題になって失脚するかと思いきやそうじゃなかったっていうのが今回のある種のサプライズなんですね。うんうん、だからももうテレ,ビのテレビのオーディエンスも あのネットと同じようなレベルのまあ何て言うんですかねこうこれは寛容さって言うべきなのかあの速感抜けちゃったっていうべきなのかは見方次第だけど、はい、えどうもそうなってきてるんだっていうことが初めてトランプさんがあそこまで言ってもまだだってトップなわけとしだね今までだったらあの一個でも普通候補者脱るだけですよ普通、はい、だからそれはネットの基準がテレビの方にも。 どうも進出してきたということの一つの証明になっちゃったとこあるんですよね PC、ポリティカル・コロクウイルス的なものが例えばニュースで話題になるわけですよね、地方の議員がこういうことを言った、それに対してメディアが言っちゃいけないことを言ったんだてただ攻撃するんじゃなくて、どうしてそれが言ってはいけないことなのかという議論を丁寧にやっていかないとそのギャップって埋め合わせられないと思うんですよね、ある意味炎上したタイミングというのは議論のプラットフォームがそこにパンと作られた瞬間なのだから、 そこに対してまあ丁寧に議論をやっていくことで埋めなきゃいけない。でもメディアの側でもそういった理念がずっと共有されてるかというと、メディアでもさっき青木さんが言ったようなその縦割りの構造があって、うんうん、ある場所ではそうした議員の発言を叩きながらも、うん、別の場所ではバラエティとかでいじってたりするわけですよ昨日あのちょっとぎょっとしたのであのスマホで撮ったんですけど、うんうん、例えばその TBS のモニタリングっていうドッキリ番組があってね、うんうん、そのドッキリ番組ではあるタレントが実は、えー。 男性タレントなんだけど、うん、男性好きな現場を目撃したら芸能人たちはどう反応するのかみたいなものでその引っかかった芸能人の人が、うん、じゃああっちの人じゃなかったんですかよかったですみたいな感じのリアクションをして、うんうん、要は同性愛というものがある意味嘲笑の対象とか避けられるべきものを目撃してしまったものをどういうふうに観察しようかニヤニヤみたいな。 そうした眼差しは実は同じ局の中ではないけどあちこちでやられたりするわけじゃないバラエティーはバラエティーで,とでそういったところで笑いもにしながらもニュース番組でいきなりきりッといや同性婚とかもいいじゃないですかみたいな話してると、うん、いやいやいや、それはもう本音とあの建前のレベルじゃなくてもうチャンネル A とチャンネル B であの、うん、意見を分けてるだけなんだから、うん、そこの辺りはまだまだその PC 的に